こんにちは、たかしです。本日は7月24日土曜日、週末ですので来週26日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずはあと1週間で今月も終わりますので、月足から見ておきましょう。現在月足はこの大きな下落での今の調整での再度下落になるのか、一旦ここの最安値の戻り高値を超えておりますので、ここからの上昇になっていくのかというところです。現在はこの赤の平行チャンネルの中で動いていると考えられまして、その中でこのヒゲ先見ますと安値を更新しております。そしてここの上のヒゲ先、そして今の直近の高値、ここも高値を更新できてませんので、高値更新できず安値更新していますので、このままいけばもしかしたら再度この安値を目指してくる可能性もあるなというふうには考えられます。現在ストキャスティクスは高値圏からデッドクロス、 MACD に関しては上昇モメンタムを維持はしておりますが、だいぶそれが減ってきているのがわかります。今はこの急激な上昇に対して赤の GMMA が上がってきておりまして、その赤い GMMA に初めて当たったところで今反発の上昇している状態です。ですので今はこのポイント、この高値ですね、この赤の平行チャンネル上限を超えてこられるかどうかっていうところがポイントでしょうか。前回もここの下落に対して 38.2% 戻しっていうところを一旦超えたんですが、さらに安値を更新してきております。今回は前回と違うのは大きくヒゲで戻しているっていうところですが、 38.2% 戻しを超えてきましたが、今のところこの高値を超えられておりませんので、そうなると再度下落していくのかなというふうにも見えます。そして先ほど GMMA のお話を少ししましたが、今この赤の GMMA に当たって上げてきているので、もしかしたらこのまま上げていくんじゃないかというような感じもします。ここを見ていただくとわかるんですが、ここもねずっと急激な上昇がありました。そして赤の GMMA に沿うようにバンドウォークのようにしてずっと上がってきてるんですね。そしてここで大きくヒゲで返されているポイントなんですが、ここで赤の GMMA に深く突き刺さって、そして戻されてさらに上昇してきていますので、今この赤の GMMA 波がまだ若いですので、今反発してきております。そしてこのまま上げてくるんじゃないのかなという感じもしますので、現在は直近の高値を抜けられるかどうかっていうところがポイントかなというふうに見てます。では週足です。週足も綺麗に反発してきておりますね。この青の GMMA にぶつかったところで大きくヒゲで返されておりますので、これだけを見ますとまだ上昇していくんじゃないのかなというふうには見えます。ただここにエリオット波動1波2波3波進行中からの今4波入りと考えますと 23.6% も達成しておりませんので、押し目としては浅すぎるんじゃないかというふうに考えてます。もしこのまま戻っていくのであれば、ここの3波がまだ進行中と考えられますので、そう考えるともう一上げするのかなと。一旦は 156.6 付近、そしてこの 50% ですね、159円、160円付近までもう一度上げてきて、そこからの4波入りになる可能性もあるなというふうに考えてますが、ストキャスティクスは今垂れてきてますし、 MACD もずっと下落モメンタムを維持しております。今この週足が確定して、週明けにインジケーターがどのように変わってくるかもあるんですけれども、 MACD はおそらくまだ下落モメンタムを維持していると考えられますので、今一旦上げてきてますが、もう少し上げたところで再度この安値 23.6% を目指して下落してくるんじゃないのかなというふうに個人的には思っております。では日足です。日足ではここでエリオット波動5波が終了し、そして修正波も一旦終了して、そこから今新しい波が始まっているのかなというふうにも見えますが、もし週足単位の3波が進行中であれば、3波っていうのはこの辺全部ずっとそうなんですが、今ここは4波ではなくって3波の中の軽い押し目になって上がっていくという可能性、そう考えますとこのエリオット波動自体が崩れまして、1、2、3波、4波の5波として最終、週足の3波が完成するのかなというふうにも考えられます。少し4波が小さいなという感じもしてましたので、もしかしたらここが全部3波となって4波となって5波がもう一度出る可能性があるのかなとは思ってますけれども、
今日足のこの GMMA を見てますと、今ここ収束して垂れてきておりますので、ここで反発して下落してくるようですと、これはエリオット波動完成で週足単位での4波にもう一度入っていくと考えております。そしてこの青の GMMA 今下げてきてますが、ここを突破してくるようですと週足単位での3波がまだ継続中、そしてこのエリオット波動も今ここが4波となって今から5波が出ると考えられます。ですのでこの辺の直近の高値を超えてくるかどうかというところで、だいぶ変わってくるのかなという感じがしますね。ストキャスティクスはあまり機能してない感じ、マックディは下落モメンタムを維持してましたが、今ゴールデンクロスしてきてるところですね。そしてこの下落は調整の下落のようにも見えますので、ここがエリオット波動の4波と言われてもおかしくない感じもしてきますので、この辺、この切り下げラインをここに引きまして、この辺を超えてきたら、ここから5波が発生するのかなというふうにも考えられます。ですのでもう一上げ来てからの大きな下落になっていくのかなという印象ですね。4時間足です。インジケーターストキャスティクスはもう機能していない状態ですが、高値圏いっぱいいっぱいですので、いつ下落してきてもおかしくない状態。マクディに関しては上昇モメンタムがだいぶ削られてきておりますので、ここから下落するのかというふうにも見えます。そしてローソク足を見てますと、そろそろ落ちてきそうな雰囲気には見えますね。ずっとこの辺強い上昇で大きな陽線で上げてきてました。そしてここから陰線が出始めて、そしてこの辺だいぶヒゲが出ておりまして、上昇圧力が低下してきているのがわかります。そして最後のこの大きな陽線ですね、最後の頑張りかなと、もう一上げ来たところでのここからの下落っていう風にも見えますので、今は一旦ここで下落のパターンを作るのかどうかっていうのが来週のポイントかなというふうには見ております。今この上昇に対しての一旦の下落、そしてもう一度上げてきてからの本格的な下落になっていくのかなというふうには考えてます。今この高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% 付近でだいぶ揉み合いました。そして 78.6% を達成せずに今落ちてきておりますので、この下落のポイントとしては中途半端かなと思いますので、もう一上げして 78.6% もしくはこのオレンジのチャネルライン付近まで上げてきたところ、もしくはここですね、 152.611 というこのポイントぐらいまで上げてきたところで再度下落していくのかというところでしょうか。そして今1時間足、日足、週足、月足、すべて上目線なんですね。今4時間足だけが下落トレンド中で下目線となっておりますので、ポイントはここ 152.611 というところを超えてくるかどうか、ここを超えてきますと4時間足でも目線が上向きに変わってきます。そうなりますと、もう一上げしていくんじゃないのかなと、一旦は156円を目指していくんじゃないのかなというように感じておりますので、そこは注意かなと思います。ですのでここのポイント、大きく目線が切り替わるところですので注意した方がいいと思ってます。ただ現在はまだ下落してくるのかなというふうにも見てますし、上位足は上昇トレンド中ではあるんですが、転換点に来ていることも確かですので、今から下落する可能性も十分にありますので、その辺は十分確認してからのトレードをしていけるといいのかなと思ってます。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。